自軸マシニングセンターマシニングセンターは自動工具交換機能を有した NC フライス版のこと工具マガジンに多数の切削工具が格納されておりコンピュータ数値制御の指令によって機械が自動的に工具を交換することによりフライス削りや中ぐり穴開けねじ立てなどの様々な加工を連続して行うことができる1958年に アメリカのカーニートレッカー社が水平主軸を有し、自動工具交換装置や工具マガジン、パレット割り出し装置、パレットチェンジャーを備えた NC フライス版を世界で初めてマシニングセンターと名付けて発表したのが始まり。同社はこれを売り出すにあたって、正面フライス、エンドミル、ドリル、タップ、リーマなどの工具をプログラムに従って自動交換でき、 ガッツ単位の工程を分単位に短縮できることを強調した。このマシニングセンターは直行する X、Y、Z 軸の他に工作物を乗せるパレットを割り出す B 軸を持っていたことから当初はマシニングセンターといえば横形で4軸を制御でき自動工具交換装置とパレット交換装置を備えたものを指した。現在では 工具の自動交換ができ、フライス加工を主とするものをマシニングセンターと呼んでいる。また、主軸が水平になっているものを横形マシニングセンター、ー主軸が垂直になっているものを立形マシニングセンターと呼んで区別している。最近では直行する X、Y、Z 軸の他に回転する軸を持つ後軸制御マシニングセンターが登場している。 さらには、工作テーブルを高速で回転させ、主軸にバイトを取り付けて選択ができるものや、フライス工具の代わりに、検索砥石を使えたり、寸法計測用のプローブを搭載した機種、さらには、レーザー加工が可能な機種も登場している。機械の大きさは、机の上に乗る程度の小型のものから船のプロペラを加工できる超業のものまで様々である。 機械の構造から見ると、高さが20メートル程度あるような門の形をした門系マシニングセンターなどがある。最近では、風力、水力発電機に用いられる大型部品を加工するための大型のマシニングセンターの製造が増えている。主軸が水平になっているマシニングセンタ。ー。4年割出しの可能なテーブルと自動パレット交換装置を備えている。 制御軸数は直行3軸とパレットを割り出す回転1軸の合計4軸が一般的である。特徴主軸が垂直になっているマシニングセンタ。ー。直行3軸を制御でき自動工具交換装置を備えている。特徴を直行する X、Y、Z 軸の他に2軸の旋回軸の合軸を有し、これらを同時に制御できるマシニングセンタ。ー。 工作テーブル側に旋回に軸を持つテーブル旋回系、主軸側に旋回に軸を持つ主軸等旋回お及び回転テーブルを持ち旋回する主軸頭を持つ主軸頭テーブル旋回型とがある主軸が水平のもの垂直のもの門形のものなど様々な形態がある特徴正面から見たときに主軸を支える構造体が 門の形をしているマシニングセンターである。特徴バブル崩壊後の機械メーカーは長期の景気低迷により業界内の一部で買収、撤退などが行われた。2002年以降毎年過去最高の生産額を更新してきたが2008年の第4四半期を境に急激に落ち込んで最盛期の半分にも満たない生産額になった。その後、 需要業界の生産回復もあって、工作機械の生産額も回復。2015年には、最盛期の1990年や、直近のピークである2007年に迫る1兆2500億円台に回復した。2004年における、日本国内生産額は、約2675億円で、山崎マザックが、約23%、薪のフライス製作所が、 約22%、森正規政作所が約19%、大熊が約19%と推定されている。ありがとうございます。